まず昨日プログラムは何かという質問が多かったので、プログラムについて少しだけ説明します。このグラフは、芦屋市が集めた芦屋に在住とか、芦屋の会社に勤めている人が、芦屋の学校に来ている人などに向けて取られたアンケートになります。で、そのプログラムを説明するにあたって、まず僕にとってその選定した敷地とプログラムっていうのは特に重要ではないということを前提として説明します。これが、アンケートを取った結果になっていて、僕が選定した敷地の線路をまたいだ反対側にはショッピングモールのようなものが建っていて、その僕が選定した方の敷地では、その市民の居場所となるようなものが欲しいという意見が多くて、でこのアンケート結果の意見の中から、特に数が多かったものと、その居場所になるようなものっていうのを選定しました。で、選定した結果がこちらのプログラムになります。で、住居については、この芦屋市っていうのは、ここ数年世帯数があんまり変化、世帯数の変化っていうのはあまりないんですけど、人口が、少しずつ減少していて、それっていうのは単身世帯っていうのが増えていっているのかなっていう思ったので、ここに想定する住宅は単身世帯や2人から3人程度の住宅を想定して設計しました。で、次にその具体的なパースがあまりに単直すぎるっていうのがあったので、できるだけ、あまり変わっているかどうか分からないですけど、できるだけ複雑性のあるようなパースを持ってきて、それについて説明します。ここは改札を潜る前にある住宅の様子なんですけど、住宅に大きな屋根がかかっていて、住宅の塀みたいなものに、改札を通る人が、その待合室として利用している様子です。で、続いてこちらが、ボリュームのずれによってできたカフェ広場で、手前のこうちょっと机だけしか映ってないんですけど、平面図見るとここにキッチンの厨房のようなものがあるんですけど、そのキッチンのみあるカフェで、ここの広場と、ここの住宅のアプローチにあるこのベンチを使ってカフェのにぎわいのようなものを生んでいるパースになります。次にこれは、路地のような空間で、この路地に行くと、この細い路地を通っているときに、連続した開口があるんですけど、そこから反対側の壁に映ってある絵画がちらちら目に映って、その内側の部屋の興味を誘うように設計しています。で、これはレストランの2階の様子で、このレストランにこの模型で説明するんですけど、模型車で説明するんですけど、この動線が交錯していて、その階段の踏み面が過剰になっていて、その踏み面をベンチとして使うようにできるようにしています。ここは、ショッピングモールのような、お土産のようなが買えるような空間になっていて、そこと連続したレストランっていうのがここにあるんですけど、
レストランのテラス席のようなもので、視覚的にその興味を誘うように、どちらの興味を誘うように設計しています。ここは、この斜めのボリュームがシアターになっているんですけど、シアターを出たときに見える風景で、ここの開口の連続が、この駅ビルの奥の空間へと誘うように設計しています。ここはさっきと一緒でボリュームのズレでできた広場になっていて、パースで言うとここの左側にキッチンスタジオがあるんですけど、まあ、そこで市民の人が料理を作ったりしたり、1分前です。食べたりできるような空間になっています。ここはその飲食店に住宅が刺さった場所になるんですけど、ここの空間がこの飲食店のスタッフの動線になっていて、でその動線っていうのはあまり使われることがない昼間にここの住人が洗濯物を干したりできるように設計していて、勾配屋根がこの2階に出てきてくるんですけど、ここがまあ観光情報の情報を見れるような座席になっているという状態のシーンです。まあ、以上です。あ、瀬川です。1点質問させていただきたいんですが、昨日のプレゼンテーションの中で、その リサーチを経た上で、その利己的なものと利己的なものの境界に発生する待機的な場所っていうのがすごく面白いっていうのをお話しされていて、で非常に共感したんですね。で、永井さんが新築でこの設計された建物の中で、その利己的な部分と待機的な部分っていうものの関係が分かるような絵があれば教えていただけますでしょうか。図面でもパスでも大丈夫ですか。関係が分かるような、今説明したものとは別でってことですか。今見たパースだと、どこがその立的で、どこが待機的なのかっていうのが分からないんですね。何かこう、すべて待機的に見えるような気もするんですが、実際は多分、その、ぶつかり合った境界に、その、なんていうか、待機的なスペースができてるってことが魅力になるのではないかなというふうに思うんですが、そういった視点からもう一度何か例をお話しいただけるとありがたいです。一番最後に説明したものなんですけど、この飲食店にの利己的な住宅が、貫入している場所なんですけど、まあ、このアプローチっていうのは、この飲食店のために設けられた隙間であって、で、洗濯物を干すっていう行為が待機的になっているっていう想定です。で、あとは、このベンチっていうのが、まあ、住宅の人のためのアプローチとかで使うベンチになるんですけど、それが、通りが多い空間に面しているのと、この飲食店の待合のところのベンチと連続しているっていう要因から、住宅の人のものであるけれど、なんかその市民の人の休憩場所としても使えるようにしています。っていう説明で大丈夫ですか？ありがとうございます。なんか何ですかね、全部新築にする必要があったのかなってちょっと思っていて、やっぱりこう全部新築だと一人の設計者が計画していくので、どうしても、一つの方法であったりだとか、
全部同じこうルールで作られているように、多分このパースが全部 RC に見えるっていうのもあると思うんですけれども、何かこうそのリサーチの時に見えていた面白さであったり、そのリサーチがそこまで尊重されているのかなっていうのが、その設計されたものからちょっと伝わりにくいのではないかなと思っていて、もしかしたらその既存で何かがあって、そこにこう付加していくとか、そこの間に挿入するみたいな手法で設計するっていう場合もあったのかなってちょっと思ったんですけれども、皆さんいかがでしょうか。僕もその辺の葛藤が少しあって、少しというかかなりあって、まあ、リノベーション的にその既存の今ある住宅の間とかに設計する場合とかの方がもう少し説得力があったのかもしれないんですけど、まあ、昨日も言ったんですけど、その新築でしたかったっていうのが大きくて、その新築を行った中で、まあ、昨日の才川さんの質問の中で何か発見があったかっていう質問があったんですけど、その発見っていう部分で言うと、なんかその何かがあってそれに対して何かがある状態、なんかそのアクションがあってそれに対してのリアクションがあってっていうのが見えてきて、その先に何かその市的にその飲食店とかをのボリュームを作って、そこに違う別のボリュームをぶつけてみて、でそこにできた空間から僕が何かこう使えそうだなっていう発見から、後追いでその空間に後追いで機能とかを付与していく設計手法がもしかしたらあるのかもしれないなっていうのが発見ではありました。ちょっと答えになっているかわからないですけど、はい、あ、いえ大丈夫ですか。なんか新しい、やっぱ新築を作るときに、まあ、いかにそのなんていうんですかね、新築のよそよそしさというものをなくすかっていうのは結構やっぱり今建築家みんな考えてることだと思うんですよね。でだから永井さんのやり目指していることっていうのは、新築でやっぱトライしたのはまあ勉強になったっていうか良かったんじゃないかなって気がして、やっぱりそのリノベーションだとどうしてもなんていうか逆にさっきの移築の話もあったけど、そのねもともとあったものに対する説明って本当にどうでもよくなるところもあって、なんか、まあ、それは結構頑張って向かい合ったのかなと思って、設計理論というものをとにかく作ってみるというか、でやっぱり昨日票が集まった、何票集まったのかちょっと忘れちゃったけど、集まったのはやっぱその設計理論が割としっかりしていたので、このやり方には可能性があるってみんな思ったんじゃないかなと思うんだけれども、今日でそれでじゃあ設計物実際どうなってるのっていう、その最終成果物の部分が多分やっぱりただぶつけてみただけみたいな、街角が今のところ多くって、まあ、もしくはちょっと自分でそのなんていうのぶつけた結果をこう整理しきれていないというか発見しきれていないというか、なんかもしかしたらそういうところもあるのかもしれないと思うんですけれども、まあこのパース見てもなんかそのまず人間の置き方とかがやっぱりなんかすごいあんまりなんていうのなんかこう自分で作ったものに対する反応がちょっと鈍いというかディティールがないというか、なんかそういうところが説得力にややつの欠けてしまうところなのかなっていう気もするんですけどね。ただ平面図あります、昨日の平面図でなんとなく割と設計できてるのかなっていうか、面白い部分があるのかなと思って見てたんですけど、昨日パースが単調だっていう話ありましたよね。はい。でね、おそらく空間的なものもあるんだろうけど、それ以上にね、この打ち放しのようなグレーのモノトーンがだいぶそういう印象を与えるんじゃないのかなと思うんですね。
で実際にこれを作る場合にはもし君が設計するとしたらば全部打ち放しでいくようなつもりでした？そこまでは考えきれてないです、うん、例えばこれでね壁に木を張ってしまうとかあるいは真っ白にするとかでだいぶ印象変わると思うんですね。でプレゼンの時にやっぱそういうテクニックっていうの当然あってしかるべきなんですが、むしろグレーを選んだ理由っていうのがあるの？グレーを選んだ理由っていうのは、まあ、特にはないです。あの RC ならできるかなっていう安直な安直うーん、なんかでもこれじゃあ、いやじゃあどうしたらいいのかなって難しいですね。これこう自分この戸建て部分住宅部分がじゃあ木でなんかその大きい方が RC でって言われてもなんかそれそれでちょっとなんかわざとらしいというか全部新築で作るんだしっていう、なんかこのまああのパースがそのなんていうかまだ説得力を持ってないのがこの躯体のせいなのかはちょっと分かんないんですけど、ただなんかこの一回理論でしっかり設計したこの住宅とその他の部分っていうのが同じ素材で作られてること自体はなんか逆にそれをなんていうんだろう、どこまでが住宅か分かんないようなところもあるあって、それが面白さでもあるとはちょっと思うんですけれどもね。はい、どうでしょう。このパースの写真、そういえば今日パースあれですね、全部違うやつが出てきたね。初めて見た内観パースばっかりなんですけど、うん、まあ、あのこの写真で今議論になってるようなこと、まあ人間の配置とか、もっと言うと例えば例えばベロシティの場合はスケッチとかで平面図に描いたり、模型写真の中に入れたりするんですが、生活感っていうのを出そうと頑張ってるんですね。それは本を読んでたりとか、まあ子供が走り回ってたりとか、洗濯物干してたる、その洗濯物が出てきたりとか、まあそれはちょっとこう設計と違うストーリーとしての生活感の表現っていう感じなんですけど、そういうところがもうちょっと足りないのかなとは思うんですね。でそういう話と、あの一番俯瞰で模型を見てる、はい、なんだろう、1枚目の模型写真っていうか、それ出ますか、はい、生活感以外にはまあちっちゃいことですけど、あこれですね。あのこの敷地って周りが全なんて言うんだろうな、道路に囲まれてるの、これなんで何にもないの、周り道路に囲まれています。じゃあ、あの本当に街区全体みたいな敷地ですか？はい。なので、普通は林地っていうのが出てくると思うんですね。で林地に建物が建ってるとか、誰かの家の庭があるとかっていうことで植物も入ってくると思うんですけど、今ちょっと周りが切れてる感じがするんだけど、この場合やっぱりなんだろう、街路樹とかが例えばないのかなとか、あと敷地内にまあ月並みですけどやっぱり植物ですね、人間だけじゃなくてとかが入ってくると、まあもう少しこうな連続性馴染んでる感じっていうんですかっていうのがあの出るのかなとかっていうのは思いました。あ、特にあのこの建物は軒がないので、そういうところが効いてくるというか大事なのかなっていうように思いますね。あのそれで建物と建物がさ、ちょっとこう平面上貫入して重なったところっていうダイアグラムがあると思うんですよ。はい、はい、あの一つは断面的にさっき重なってて、はい、なんていうのかな、その住宅の屋根が内側に入り込んできてるみたいな説明もあったんだけど、平面的にこう貫入してその重なったところって
例えばどこでそこは何になってるとかって説明してもらえますか？さっきのここになるんですけど、さっきのパースの場所で、ここがアプローチの場所になるんですけど、ちょ画面が変わってないんですけど、どこのことですか？変わってないですか？今全体模型が見えてるんですけど。すみません、永井さんは一回共有を切っていただいて、もう一度共有し直しお願いします。今平面図映ってますか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。さっきのアプローチの話になるんですけど、ここからアプローチして入っていってこの空間に来るんですけど、ここの角度が振られていることで、ここが広く少し広くなってスタッフの休憩場所とかなったり、まあ些細なことですけど靴を履き替えたりとかっていう、そういう場所になっていたりします。あのダイアグラムだとさ、2つの物体が重なった、その重なり中央のところに色がついてたりするんだけど、今説明していただいたのは何だろう、その貫入したから形がちょっとこう影響を受けてるっていうような話だと思うんですけど、こういう場所ですか？このボリュームとボリュームの間の、こういうところで合ってますかね？難しいですね。例えばその今映し出したところをちょっと拡大してもらえますか？はい。これだとその1番っていう建物は長方形だから分かりやすいんだけど、16番は、はい、まあ外形しっかり見れば分かるんだけど、そんなにこうなんていうの、せめぎ合ってる感じがしないんだよなと思って。で、あのな、両方の骨格がすごい分かりやすくあって、それがこう貫入してる、それで何か起きてるみたいなことが言いたいっていうダイアグラムに見えたんだけど、はい、あんまりそういうことは考えてないですかね。僕的には骨格をつけたつもりでいて、そうですね、やっぱりさ、あの、はい、外観模型の写真見てもすごい複雑に細かいボリュームがこう回転してるというか、振りながら重なってるっていうか、平面複雑なんですよね、きっと立体的にも。なので、はい、細かいボリュームをがせめぎ合ってる感じっていうのは模型に出てるので、きっとそういうのが狙ってやってるんだと思うので、具体的にそういう回転したりして複雑性が出てて、だから何が起きてるみたいに言えるところを言ってもらえないでしょうか？こういうところだと、さっきの一番最初のパースの待合のところなんですけど、まあ角度が振られて、ここがこの人の
住人の人が、まあ、使ってもいいような場所になっていたり、ここに一応スラブがあるんですけど、でここにもこっちの人のスラブが高さを変えてあって、まあ、そこで何か この人のスラブを机として使ったり椅子として使ったりっていうような場所になっていて、今断面的な話ですよね、きっと。なんでやっぱり模型じゃないと分かんないんですかね。あのすごい細かいレベル差の話だよね、きっと。あの家具とかに落とせるぐらいの細かいレベル差だと思うんで、あのどうやって設計したのかなっていうのがちょっと不思議なんですけど、もう最初はスタイロですか？最初はスタイロです。他の方どうでしょうか？やっぱり何ですかね、その傾きがこう全部割と恣意的に決まってるような印象があって、何かこう決めになっているのかなというのがなかなかこう見えてこないので、何かこう配置の根拠みたいなものがそれぞれにあったりするのか、あとこうプログラムも後から決まっているようなお話されてたと思うんですけど、やっぱりそれも影響しているのかなというような気がするんですよね。もしかしたらこれが学校みたいなビルディングタイプで、教室で何人で何平米みたいな要素が決まっている中で同じようなスタディをしたらまた違ったのかなというような気もしていて、何ですかね、そのリサーチの時にあった切実さみたいなものがもうどうしてもこの場所とこの場所でないといけなくって、だけどそのズレによって生まれているみたいな、その空間の得意さみたいなものがすごくこう薄まってしまっているような気がするんですけれども、何かそういった点でこう設計する際に考えていたこととか設計された順番とか作られ方みたいなものがあったらもう少しお話ししていただけますか？設計する順番としてはこのちょっと分かりにくいんですけど、外区を見ていただくとこういう道のグリッドがあって、そこからまず、まあ、ボリューム全体のボリュームのなんとなくの外形っていうのが決まっていて、でそこからまず道に対してのボリュームが垂直であると、そこの一辺しか関わりがなくなってしまう。で、まあ、内角その角度を振ることで、よりその関わりを持つ面っていうのが多くなっていくっていうことを考えて、まずその大体のボリュームの角度を変えてみて、でそうしたらここに広場ができて、何かそのこのビルの入り口のような場所になるんじゃないかなっていうところから始めたり